ショットクロック5秒です。ラベネルの3、杉本真ん中、小林ゴール下を通過した大塚を使う、おお速いパス、ラベネル見事なコンビネーションでした。バウンズパスは通らず、ここから速攻です。小林ターンしてジャンプショット、きれいに決めてきました。アレルソンで持ちます。キャッチャーンショット、スリーポイント、素早いパス回し、エリクマフィー右空いたスリーポイント、長谷川、中身、エリクマフィーゴール下、エチェニケ強い、セイク入れて杉本、おーゴール下、小林腕を伸ばして決めてきました。うまく守ったアルティーリチバです。ナイスターンからブランドン・アシリーが入ってくる、おー決めた。スリーはやめて杉本、ブランドン・アシリー、杉本はピックを使う、杉本まだ糸口を探しています。ワイドオープン、スリー、今度は橋本、スリーにした、また速攻だ、決めてくれ、オッカーポイントから入ってきました。村上の得点です。ちょっと空いた、小林ジャンプショット、2ポイントです。橋本、小林、藤本ちょっと出しどころ迷いましたが、ゴールしたダンク、アルティリチバ、藤本にファール、ラベネルの2ポイントが決まって17点差。今度はハレルソンで押し込んでいく、自分で拾ってここもファールをもらいます。おーちょっとルースになったところを取っていった村上、ボールを回しながらです。おゴール下空いたぞ、小林、時間少なくなってきました。橋本のスリー、残り1秒です。そしてここでゲームセットです。